入口口内さぬき最駅は、香川県三豊市最多町最多上にある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は D18。標高151.6メートル。三豊市最多地区唯一の駅だが、その中心部からは、離れた、丘陵上にあり、普通列車のみ停車する。地名の読みは、最多だが、駅名の読みは、最多となっている。短式。 島式混合2面3線の地上駅で一線スルーである。半径604メートルの曲線で3.3パーミルの勾配上に位置し、駅舎側1番線が上下本線。2番線は降り、副本線で上り方向の入線。出発は北洋。3番線が上下副本線。列車同士の行き違いと列車の追い抜きが可能である。ホーム間は、 校内踏切で移動する。木造の駅舎も残るが、現在は無人駅となっている。地域住民による手入れが良くなされているせいか、待合室内には表彰状が多数飾られている。トイレは閉鎖されて、使用不可となっている。駅舎の脇に、香川県の保存儀に指定されているタブの巨木がある。この木の樹齢は700年とも800年とも言われ。 土山線の建設の際はこの木を避けるように線路が敷設された。この木は観光列車四国真ん中千年物語のヘッドマークのイメージの一つとして使用された。佐ぬき最大気候内1日平均の乗車人員は下記の通りである。ありがとうございます。